日はソニーエクスプローラーサイエンスへようこそお越しくださいました。このプログラミングを担当させていただきますスタッフの山口と申します。よろしくお願いします。わーありがとうございます。今回は一体何をするんでしょうか。それはだいだいパワーアップした工作を作ろう。拍手。イエ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 イ。まず例えば普通の紙皿ね、紙皿とそれからねこういった黒いバンドを使ったりします。で、それをいろいろデザインとかして、こういうね、ライオンさん作りました。もちろん喋ったりしないよね。でもパワーアップしたら喋れるかもしれない。メッシュを使うとこんなことができます。お面としてかぶって、わーお。聞こえた今、音。もう一回押すよ。わーお。こんな感じでね、パワーアップさせることができます。すごい、いい反応。ありがとう。そういう反応待ってるよ。次はね、これ、コップ。ね、そう、これちょっとじゃあさ、兄ちゃん飲んでもらってもいい？飲もうとしてみて、この飲みて、飲んでて。飲まないで。あれ？飲んでほしくないってよコップが。飲まないでって言いますね。そう、これもパワーアップしてますよね。最後、これです。ペンダントね。これ何に見える生き物？セミ。セミ？他には？一応じゃあ答え言うね。ホタル、そう、ホタルですね。これホタルです。じゃあこれはね、どうやったらパワーアップするかっていうと、ホタルって言ったらどういう特徴がある？光る。光るよね。そう、だからこれパワーアップすると、ほら、音と一緒に見て光るんです。すごい。すごい？すごいと思ったらじゃあ拍手。ありがとうございます。こんな感じで皆さんと工作をパワーアップしてオリジナルのものを作っちゃおうっていうのが今回の目的です。じゃあ早速プログラミングにチャレンジしていきたいと思います。まずはですね、プログラミングって一体何なのかっていうと、何々したら何々するっていうのがこれプログラミングの基本なんですよ。さっき何をしたらどうなったっけ。飲もうとしたら飲まないでって言い出した。その通り正解です。飲もうとしたら飲まないでって音がしたよね。じゃあ実際に今からそのタブレットを使ってプログラミングチャレンジしてもらおうと思うんですけども、ボタンで LED が光るプログラミングを作ってみたいと思います。じゃあまずはこれを押しながらピーッと引っ張ってみてください。どうぞやっていいよ。できた？じゃあ、おー、いいね、素晴らしい、成功です。そしたらじゃあ実際にメッシュ取り出してみましょう。この箱の中にメッシュ入ってるので3つとも取り出してもらっていいですよ。はい、3つとも取り出していきます。これせっかく出してみたから押してみましょうか。緑色のボタンの上に黒いボタンあるよね、うん、そこ一回押してみて、なんか反応する？まだオレンジ色のブロック何も光ってないですね、うん、そう、まだ足りないからなんです。じゃあ何をここに持ってきたらいいと思いますか。そう、その通りです。 LED を今度こっちに持ってきてみましょう。こんな感じです。LED 光った？光んないね。そう、まだ何かが足りないからなんです。実はこことここ繋がってないね。こっちからこっちに向かってつなげてみましょう。つながった人はじゃあ緑のブロックの、ボタンを押してみると、光った？おいいね、光った。 OK、 じゃあみんなできた、成功でってれー。成功です。さあ次、さっき僕がやった飲まないでっていうあの声のコップをちょっと作ってみたいなと思います。ね、さあ何を使ってたでしょう。青いブロックですね。それも動きブロックと言います。この動きブロックをじゃあ取り出してもらって、こんな感じにコップに貼り付けてみてください。実はですね、青いブロックの裏側に両面テープついてるので1枚だけシールを剥がしてください。写真と同じ、この写真と同じように貼ってみてね。そうか、できた？そうかな。それでまず準備は OK。 ではプログラミングをしていきましょう。今度はどんなブロックが必要ですかね。はい、動きブロック、正解です。素晴らしい。じゃあ持ってきてみましょう。皆さんで、ね、ここに動きブロックをトゥ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 と持ってきます。そしたら今度は声を出さなきゃいけないんだけど、はい、マイクかスピーカー。マイクかスピーカー、正解です。このスピーカーをこっちに持っていきましょう。どうぞ。ここにスピーカーを持ってきたら線で結びます。じゃあコップ飲もうとしてみてください。音鳴るかな。あれ、あれ鳴らない。鳴らないね。今振られたら
なんかベルの音がするっていう命令になっちゃってる。飲まないでという音は実はここに隠されてます。一度ここのボタンをピッと押してみてください。そしたらじゃあ一回録音ボタンを押してみましょう。じゃあやってみましょう。どうぞ。飲まないで。1秒早く終わったよ。あ、いいね。じゃあ成功した人は手を挙げてください。なんか声が聞こえた。声聞こえた。 OK です。今度は飲もうとしなきゃいけない必要があるので、ここも変えなきゃいけません。振られたらじゃないですよね、うん、じゃあここ一回押しましょう。するとこのような画面になります、うん、そしたらね、このくの字の逆みたいなやつ、矢印みたいなやつを1回、2回、3回と押してもらうと、このような画面が出てくると思います、うん、出てきてる。さあ、皆さんに質問です。どのブロックの形、向きにすることによって飲まないでと反応するでしょうか。自分の持ちたい持ち方で、どのようなブロックの向きになれば音が鳴るようになると思いますか。じゃあそれだと思うものを、失敗してもいいから、今日何回失敗しても OK なので、どれか選んで OK ボタンを押してください。難しい、はい、なかったね。じゃあこれじゃないかもしれないね。これ押してみてボタン、多分今のだと正面になるから、これだね。さあさあさあ、で OK ボタン押してみて、でやってみようか。あなた成功です。皆さん大成功。自分に拍手。素晴らしい。いいですね。そしたらいよいよパワーアップ工作を作っていきたいと思います。ではちょっと皆さんに聞きます。アイテムは箱と、まあ、お皿みたいなやつと、それからこちらペンダントみたいに作れる紙とかがあります。どれが欲しいかちょっと決めてください。1個だけです。1個だけ。じゃあここから自由時間です。皆さんでどんなプログラムを作って、どういう、動きをさせていくか考えながら実際に作ってみましょう。それでは工作タイムスタート。さあ頑張って。どういう動きをしてみたいかなとかね、例えば開けたら光らせるとかね、またこんなで考えた、開けたら音が鳴るとか、そういう風にしたいなとかって考えながらやってみましょう。ボタンとここで音だから、スピーカーと光らせる動きになる。ここを押すと、いろいろ変えられるの。聞きたいときは、例えばこれを押して、三角ボタンを押すと、どういう音が聞ける。すごい。うん。で、これ例えば20から100ってあるじゃない。そして20から100ぐらいの強さで振られたら、次の命令をするからね。そこ変えると、今度5から100。だからちょっとだけでも動いたら、次の命令する。一回手を止めてください。一回手を止めてもらって、こっち見てください。せっかく作ったので、これをですね、使います。ワークシート。ここに作品名があるので、自分の作った作品名を記入して、どんな作品か。例えば箱を開けたら、音が鳴るびっくり箱とかでもいいですしね。ぜひこれもちょっとやっていきたいと思いますので、じゃあどうぞ続けてもらっていいですか。上に向けた。上でしょ。上に向けてみよう。素晴らしいものを作ってくれたので、皆さんに紹介したいかなと思います。これ、タイトルは何ですか。びっくり箱、いいですね。ちょっと開けてみましょうか、これね。じゃあ僕開けてみますね。お、すごい。あ、マリンマリンマリンとガラスが割れる音がして、さらに写真を撮りまくってるのかな。いいね、素晴らしい。皆さん拍手お願いします。ここもすごいのは、1回の動きで複合的に音も出すし、写真も3回ぐらい切り取っちゃうっていうね、連写モードだね。素晴らしいですね。タイトルがびっくり箱でした。ありがとうございます。はい、やっぱりね、皆さんやってみて何回もチャレンジしましたね。あれうまくできないなとかって言いながらも、成功に持っていきました。プログラミングの特徴としては、何回失敗してもやり直しができるっていうことがすごいところなんですね。これはね、将来にもですね、役立ちます、ね、いろんなことにチャレンジしながらでもですね、最終的にゴールに必ず行けますので、何度も何度もチャレンジしてやってみてください。そしてメッシュの良いところなんですけれども、あったらいいなっていうのを自分で作ることができます。皆さんが作ったものってどこにももう売ってないですよね。メッシュのいいところは、世界に1個しかできないものを自分でこういったものを欲しいな、作りたいなと思ったのをすぐ簡単に作ることができるので、いろんな自分のアイデアを大切にしながら現実のものにしていっていただけると嬉しいなと思っております。ということで、本当に今日はどうもありがとうございました。